栄誉騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。ごめん、遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨスお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるからクレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたの。町に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法って、やばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーと会ったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ。